こ連日出っ放しだったので今父を呼んでます。成功の用水稲森さん、いや本当です、香港の方々も本当に素晴らしい方が多いんですけど、ちょっと私もですね人格をね作っていかないといけないと、これから作るのも容易ではないんですけどね。もうやっぱりそこやんないとね、歴史が駆け抜けたとし、怒涛の数日です。と言っても実際はですね飲んでるだけだったりするんですけど、結構いろんな方々とお会いしてお話を聞いてるんで頭の中はフル回転なんですよね。だから普通に飲んでるんですけどね、もうそういう思考にこう追いついていこうとフル回転なんで結構力使います。それは和協会の方とか、まあ、私の先輩とかですね、カメラマンの。ちょっとだいぶ今の自分と差が離れた、いや次のステージの先輩方っていう感じなんで、食らいついていくのが必死です。文化大革命、香港と中国に関わらずこういう重要なところですね、私今まで知らなかったんですね。天安門事件とか文化大革命とかそのあたり。ただですねこれ NHK の YouTube に上がってるのおすすめいただいて今全部見たんですよね、まあ、50×4 分の中でも200分ぐらいか。いやこれは絶対見ないといけないですね。こう中国に来る人、まあ、来ない方も歴史やったはずなんですけどね、ちょっと絶対見ないといけないです。これは中国に来る方、香港に来る方、まあ、本当は日本にいる方も絶対見ないといけないと思います。あと歴史の勉強は絶対しないといけないなというのと、政治のニュースはしっかりこれから見ようと思います。でワイルドスワンをその後Kindle で買いました。 Kindle 版だと英語しかなかったんですけどね、これ1000ページあるのかな、これ48、ちょっと待って、なんかすごいありそうな気がするんだよね。ちょっと待ってよ、中国は今一気に満ちています。1048あるんだよね。1000じゃないよ、1万じゃん。1480。眠くなるって読めなくなっちゃうんで、やっぱりまずは文庫本で読んだ後に英語で読もうと思います。文革を乗り越えて今がある。今回イギリスアングルアメリカンの銘柄で、ここのラインがねこういう風に丸く出てるんでね、すごく可愛い感じになります。ウェリントンになるんですが、女の子におすすめですね。まあ男性でももちろん大丈夫ですけどね。はい、アラレちゃんみたいなメガネです。